豊島よしお作、男嫌い。男嫌いと人は私のことを言うけれど、そうと決まったわけのものではありません。男の人は大体、いいえ、皆が皆、いやらしく、汚らしく、だから私は嫌いです。いやらしくも汚らしくもなく、 本当にすっきりした人があったら、私だって好きにならないとも限りません。シャカムニとかマホメットとかのことは知らないが、キリストなら私は好きです。ミッションの学校にしばらくいたことがあるからそういうのではありません。キリストはすっきりしています。悲しいほどすっきりしています。つまり、男臭さがないのです。 男臭さ。それがどういうものか、私はしばしば考えたけれど、未だにはっきりしません。匂いだけのことではありません。体臭だけのことではありません。何かこう、油ぎったもの、不潔なもの、どぎついもの、むかむかするもの、そういうもの全体のようです。姉さん。 ここではおかみさんですが、姉さんが一人でいるときは、その部屋の空気も清らかです。香水や化粧品の匂いは別として、全体の空気が清らかです。ところが、井上さんがやってくると、空気が濁ってしまいます。ことに、泊まってでも行くときには、胸悪くなるような空気になります。 姉さんは寝床のあげおろしを自分でしますから私は助かるのですが、後で私がお掃除をするときでさえ部屋の空気は嫌らしい。そのもとはみんな井上さんの男臭さにあるのです。井上さんは寝るときでも足を洗ったことがありません。靴下を脱いでそのまま寝床に入ります。靴下が新しいときは良いけれど、 少し汚れてきて、おまけに雨の日などは、湿っぽく蒸れて、臭い匂いがしています。その匂いは足にもうつってるに違いありません。水虫ができたようだと、指先で書いたことがあります。その足のまま寝床に入ってしまうのです。他国の人はどうか知りませんけれど、日本人は、 寝る時ぐらいは足を洗ったらどんなものでしょう。靴の皮の匂い、靴下の群れた匂い、不潔ではありませんか。男の人の皮膚も大体いい皮に似ています。だから、絹の手袋よりも、毛糸の手袋よりも皮の手袋が似合うのです。動物的です。毛が多すぎます。髭、胸も、すねも、 あちこちに毛がたくさんあります。井上さんと来たら鼻毛が濃く耳の穴にまで毛が生えています。それに気がついてから私は一頃うちの店や電車の中などで男の耳の穴をそっと盗み見たことがあります。もじゃもじゃ毛のある人が多いのにはびっくりしました。毛が多くて皮に似た皮膚をしていて その上息が臭いのです。酔った人の息となったら、一層たまりません。いつぞや井上さんが酔っ払って、姉さんに甘えて言った言葉を、私は忘れられません。酒を飲んだ時の君の息は、発火の香りがするよ。姉さんはきれい好きだし、すっきりしているから、酒を飲めば、息に発火の香りがするかもしれません。 けれど、井上さんは反対に、息が臭く汚くなるばかりです。男の人はみなそうです。熟しのような息と言いますが、熟死がどんな匂いか私は知らないけれど、もっともっとひどい匂いです。その臭い匂いは、酒のせいばかりではありますまい。体内にそうしたものがあるからです。体内にムカムカするようなものがあるからです。 その臭い匂いと一緒に同じ布団の中に入ったらどんなことになるのでしょう。思っただけでもぞっとします。胸悪くなり気が遠くなるかもしれません。姉さんが平気でいるのが私には不思議でたまりません。井上さんのお世話になっているから我慢しているのでしょうか。ある時寒い晩でしたが、 下の部屋にこたつをこさえて、皆でごろねをしたことがあります。井上さんが大勢のお客さんを連れてきて、二階は散らかりっぱなし、お島さんは帰ってしまい、後片付けは明日にしようということになったのです。特別のジンが持ち出され、私も水に薄めて飲み、一気に発火の香りがしてきました。井上さんと姉さんとの間には、 よってくると、しばしば同じ話が繰り返されます。姉さんの方では、東京都のこんな出外れの川っぷちより、旧市内の方へ帰りたいというのです。井上さんもそれは同意しますが、適当な家がなかなか見つからないそうです。井上さんの方では、紙にポマードを塗りたくってる男について、姉さんに嫌味を言います。 土地の呉服屋の若主人で衣類たん物の,のことについてはこちらがお客様ですが、うちの喫茶店ではあちらがお客様です。二階の部屋と特別な料理や飲み物は井上さんの連れの人だけに限ったもので、他の人はみんな下の喫茶だけです。けれど、喫茶のお客の中にもちょっと区別があって、お酒につまみ物ぐらいは出すこともあります。 このお酒について、ことに洋酒について、井上さんは監督が大変厳重です。ポマード男、倉光さんに酒を飲ませすぎはしないかと、じわじわ嫌味を言うのです。焼き餅を焼いているのか、からかってるのか、どちらともわからない調子です。姉さんの方でも、弁解するのやらしないのやらわからない、曖昧な調子です。 聞いていて、じれったくなります。どちらとももっとはっきりしたらよさそうなものなのに、他に話すこともないから、そんなことを酒の魚にしてるのでしょうか。私は陣を舐めながら、息に発火の香りがますます強くなります。そうして、みなよって、こたつにごろ根をしました。ふと、私は目を覚ました。 胸がむかつき、息苦しくて叫びました。男臭い、男臭い。実際に叫んだかどうかわかりません。叫んだつもりでした。同時に飛び起きました。全く男臭かったのです。井上さんが私の方へ寄ってきて、私の方を向いて、いびきまじりの息をしています。その息が、 私の頭や顔にかかったに違いありません。暖かい、生臭い、酸っぱいような息です。口を少し開けて、タバコのヤニに,に染まった黒い歯を出し、その奥の深い喉から音を立てて臭い息が出てきます。酒の匂いだけではありません。男臭い。息を詰めて座り直しました。どうしたのよ 寝ぼけているわね。姉さんが私の方を見て、そしてすぐ向こうへ寝返り打ちました。その背中の方へ取りすがるようにして、私は入って行きました。大きく息をしました。変に眠れません。部屋の中全体がいやらしく汚らしく思われます。土間の方でカサカサ音がします。 黒犬の熊が体をかいているのです。しし叱ってもまだカサカサやっています。ダニか皮膚病かでしょう。あんな犬をなんで飼っているのか、姉さんの気が知れません。ただ真っ黒な小さな普通の犬で、どこからか迷い込んできたのです。泥棒よけにもなりはしないでしょう。そのつまらない熊を、 ポマードの倉光さんが特別に可愛がるからおかしくなります。だいたいあのポマードがおかしいのです。長い髪をバックにして、ポマードをコテコテ塗り立て、靴先よりももっと光らしています。女の日本髪に瓶付け油を用いることはありますが、それだってあんなにピカピカ光らしはしません。油が浮いて流れるように光っていて、 どうかすると白くほこりがくっついていることもあります。かえって不潔です。その上、ポマードの匂いと犬の匂いと一緒になるととても嫌なものになります。倉光さんはいつでも熊をなでさすり膝に抱き上げることさえあります。男の人はいったい犬の匂いをどうして嫌がらないのでしょう。嫌がらないばかりか。 むしろ好きなようです。犬が好き、そしてポマードが好き。両方の匂いを一緒にすると、それはスケベ根性の匂いです。あ、飛んだことを口走ったが、こうなったらもう後へは引けません。むちゃくちゃに何でも言ってしまいましょう。倉光さんもそうですし、井上さんもそうですが、物に腰掛けるとき、 両の膝を広く両側へ広げます。男の人は皆そうします。電車の中などを眺めても、膝を両方に広げて、自分の股の間は空いているのに、隣の人とは股で押し合っています。なぜあんなことをするのでしょう。腰の骨組みのせいではありますまい。股の間に男のあれがあるので、それが邪魔になるのでしょうか。 そのことについて私はおかしな話を聞きました。井上さんが連れてきたお客同士の話です。男はいつも抗ガが,がさっぱりしていなければいけないということに二人は同意した上で一人は言いました。そこで僕は毎朝起きると抗ガを水で洗うことにしている。さっぱりしたものだ。もう一人は言いました。 僕はいつも、猿股も何もかも脱ぎ捨て、すっぱだかになって寝巻きに着替え、そして寝ることにしている、さっぱりしたものだ。聞いていて私は、決まり悪いよりもむしろ、呆れました。毎朝水で洗うことも、パンツ一つないすっぱだかで寝ることも、どちらも変なものです。けれども、それはそれだけの理由があるに違いありません。 つまり、そんなことをしなければ、またぐらがさっぱりしないのでしょう。そんなことをしなければならないほど、またぐらが、なんと言ったらよいか。まあ、陰湿なのでしょう。そうです。男のまたぐらはみんな陰湿なのです。だからいつも、両股を広げて、風通しをよくしたいのです。両股を女のようにつぼめて風通しを悪くすると、 ますます陰湿になって気持ちが悪いのです。女の方が不潔だなんてどうして言えますか。女はいつもさっぱりしたものです。男はさっぱりしていないのです。またぐらが陰湿なんです。不潔ではありませんか。陰湿な不潔さ、そこからも男臭い匂いが発散してきます。裸になると、 男より女の方が不格好だと言われています。それはそうかもしれません。銅の割に足が短く、尻が大きくて、格好は良くないかもしれません。けれども、それを女は衣装で補っております。衣装は単に寒さ、暑さを防ぐだけのものではなく、姿を美しくするためのものでもありましょう。姿を美しくするための、 その衣装を男の人は何と思ってるのかすぐに脱ぎたがり肌を出したがります。肌を出しても良いのはむしろ女の方ではありますまいか。女の肌は滑らかで細かく皮のような男の肌よりどんなに美しいかわかりません。それに男の人は一体武将です。耳赤をため鼻くそをため 肘や膝はザラザラです。人前でも平気で小指で耳あかをほじくったり、人差し指で鼻くそをほじくったりします。倉光さんにせよ、井上さんにせよ、黒をなで回し、鼻くそをほじくったその汚い手でお菓子をつまんで食べます。女は、私だって姉さんだって、そんなことは決していたしません。恥を知るがよい。そして、 レン心を持つがよい。姉さんが、ろざししたハンドバッグを、赤さんごの帯留めを私の前に並べて、これは倉光さんからのものだと言いました。あの人の店にある品物ではなく、東京の街に出たついでに買ってきたもので、普段コーヒーや酒でいろいろお世話になっている、その礼心だとのことです。 私はびっくりして尋ねました。あたしにですってお姉さんには姉さんはキレの長い目で私をきっと見て、それから突然ほほほっと笑いました。あたしなんかどうだっていいじゃないの。姉さんは元芸者をしていたことがあるので、人から物をもらうのももらわないのもどうだっていいでしょう。 けれど私としては、倉光さんからそのようなものをもらうことが、なんだか変でした。姉さんを差し置いて、という気もするし、後が怖い、という気もするし、それからまた、ハンドバッグにも帯留めにも、犬や鼻くその匂いがうつっているような気もしました。ちっともありがたくないばかりか、厄介にも思われました。 次に倉光さんに会った時に、ちょっとお礼は言いましたが、つんと済ましていてやりました。ピカピカ光ってるポマードの髪が憎らしくさえなりました。みえちゃんの気に入るかどうかわからなかったが、まあ我慢してくれよ。今度また何か見立ててくるよ。倉光さんは親しげな口をきき、どんなものが好きかなどと尋ねたりして、 ウイスキーをいつもより余計飲みました。物乞いじゃあるまいし、もらってやるものか、と私は思い、何か仕返しをしてやろうかとさえ考えました。ところが、倉光さんばかりでなく、井上さんまで私に物を持ってきてくれました。模様のあるハンカチとか、草履とかいうようなものです。臭い息がかかっているようで嫌でした。 私がもじもじしていると、井上さんは私に取り合わず、ちょっぴりひげのある太った顔を姉さんの方へ向けて、他の話を始めるのです。私はみんなから馬鹿にされてるようでもあり、そっと目をつけられてるようでもあります。男ってどうしてこんなに厚かましくずうずうしいのでしょう。この気持ち、姉さんにはわからないようです。 私に代わって姉さんが倉光さんにも井上さんにもお礼を言ってくれます。町のお祭りの晩には特別に酒がたくさん用意されて誰にでも飲ませることになりました。表にはちょうちんと桃の花が吊るしてあります。忙しくて私はだいぶ疲れました。井上さんが来ていて姉さんは2階に上がってることが多いので 店の方は私とおしまさんと二人きりです。もうだいぶ遅くなって、五六人の男が入ってきました。ずいぶん酔ってるようでした。倉光くんは来ていないかいらっしゃいませんよ、とおしまさんが応対しています。なんだかごたごたして、その人たちはテーブルにつき、安物のウイスキーを飲み始めました。 倉光くんはどうした隠してるんじゃあるまいね。おしまさんはもう相手になりません。おばさんじゃ信用ならん。みえちゃんはどこ行ったおーいみえちゃんと呼ばれて、私は隠れてるわけにゆかず出て行きますと、顔を知っている人たちです。倉光くんは来ていないのかい本当に来ていないんだね。 どこかに隠れてるんじゃあるまいね。一度に問い詰められて私は困りました。みえちゃんがそう言うなら本当だろう。もう少し待ってみるか。そしてウイスキーを継がせられているうちに誰かがダンスをしようと言い出しました。私はダンスは知りませんし、男の人なんかと踊りたくもありません。 しかし、捕まってしまいました。おしまさんがレコードをかけます。何のレコードだって構やしません。テーブルを少し片せて、そこの狭い土まで、ただ動き回るだけです。私を真ん中にして、ぐるぐる回ります。たるみこしだ。わっしょい、わっしょい。なに、ひめみこしだ。わっしょい、わっしょい。 私は姫みこしにされ、皆から取り巻かれ、肩や腰に手をかけられ、ぐるぐる回らされます。その男たちのネバネバした手が私の手に触れ、臭い息が私の顔にかかります。いやらしくて汚らしくて、私は懸命に逆らいますが、話してくれません。悲鳴を上げ、涙ぐんで、手当たり次第に引っ張たきました。 どうしたあんまり騒ぐんじゃねえよ。和服を着流しの中尾さんです。井上さんと奥で密談をして帰りかけたところです。時々物資の取引かなんかのことでしょうが、井上さんと密談をすることがあります。土地の顔役だそうで、頭の剥げた老人ですが、力が強そうです。ああ、中尾さんですか。 一度は静まりました。私は解放されました。若い娘をいじめたりしてみっともねえぞ。お祭りに酒が足りなかったらしいね。俺がおごってやろう。頭をかいておじぎをするものもありました。い,いえね、みえちゃんが倉光くんをどこかに隠したというんで救命してたんです。馬鹿言え。 テーブルを並べ直して、それぞれ席に着きました。不思議なことに井上さんまでが中尾さんを送り出すところではありましたが、その席に腰を下ろしてしまったのです。井上さんが土地の人と一緒に飲むなんてことは、これまでになかったのです。倉光くんは、今日はまだ一度も来ないのかいそんなことを井上さんまでが、 おしまさんに尋ねています。料理は何にもいりません。つまみ物だけで日本酒のおかんをするだけです。姉さんも出てきたので私は奥に引っ込んでいました。顔を洗い手を洗いました。男臭くってムカムカしました。中尾さんはもうおじいさんですがそれでもなんだか嫌です。少しいくびで 肉の厚ぼったいその首筋が日焼けしてザラザラしてるくせに変に脂っこい感じです。しばらくして若い男たちは帰って行きましたが中尾さんと井上さんは居残って特別のウイスキーをビールに割って飲みました。ひそひそと話し合ったり不意に高笑いをしたりします。密談の締めくくりをしてるのでしょうかそれとも ワイダンでも始めてるのでしょうか。姉さんまで一緒になって笑っています。もうつくづく嫌になりました。その後、中尾さんが帰って行き、お島さんもちょっと片付け物をし、店を閉めて帰って行きましたとき、二階へのはしご団の登り口のところで、井上さんは突然、よろけるようなうをして、私の背にもたれかかりました。 本当によろけたのではありません。背中におっかぶさるようにして、両手を肩から胸へ回し、抱きしめてしまいました。熱い息が、頬から襟元へかかります。私は呼吸も止まる思いで、立っておられず、へたへたとくぞ折れて、そこの板敷きに突っ伏してしまいました。井上さんは何とも言わず、よたよたとはしご段を登って行きました。 私は起き上がって体中着物をはたはたと叩きました。それからまた顔から首まで洗い、手を洗い、足も洗いました。胸がムカついてき、残ってるウイスキーをやけに飲んでやりました。どこもここも男臭くって汚らしいのです。そればかりでなく、妙に恐ろしくさえなりました。 どんなことが起こるかわかりません。何か真っ黒な怪しいものがいつ襲ってくるかわかりません。得体の知れないいやらしい恐怖です。私はウイスキーを飲んでやりました。何の役にも立たないかもしれないが、熊を檻から出して土間に放ってやりました。熊は土間を嗅ぎ回ってまた檻の中に入って行きます。 私はそれを蹴りつけてやりました。それから布団を引きずり出し、着物のまま頭からかぶりました。表に二三人の足音がします。足音はうちの前で止まりました。とによりかかって、トントン叩きました。もう寝たんですか酔っ払ってると見えて大きな声です。 もう寝たんですかトントンと叩きます。みえちゃん、みえちゃん。ちょっと開けてくれ。僕だよ。今度のは倉光さんの声です。大きく戸を叩きます。黙っているとまた叩きます。姉さんがまだ寝ていなかったらしく、2階から降りてきました。姉さんは私に声をかけましたが、 返事をしないでいると、自分で表へ行って戸を少し開きました。三人ばかり男の人が飲めるように入ってきました。倉光さんのポマードの髪がぴかりと光りました。私はもう起き上がっていました。倉光さんたちが何か言ってごたごたしてる間に、そっと部屋から出て、草履を突っかけ、裏木戸を開け、 外に抜け出ました。うちの中がこれ以上男臭くなっては、もうとてもたまらず、外の清い空気が吸いたかったのです。深い霧でした。それでも、霧の中がぼーっと明るいのは、月の光がさしていたのでしょうか。そのような霧を、私は夢で見たような気がします。 濃い深い霧で少しも動かず遠くまで高くまでじっとよどみたたいているのです月はどこにあるのかわからずただぼーっと霧の中が明るいだけです小さな道を行き少しく上がると川の堤防の上に出ます川の水は 霧の下を音もなく流れていますが、見通しは聞きません。遠くで太鼓の音がしていました。この夜更けにお祭りの太鼓をまだ打っているのでしょうか。そのかすかな音にぼんやり耳を貸していますと、あの男臭い家も空気もだんだん遠くへのいていくようで、気持ちも落ち着いてきました。 私は堤防を神へ歩いて行きました。わだちの跡が少しついている霧の広々とした堤防です。小立ちもなく草原だけで春草はまだ匂いを出していません。何にもなく人影もなくただ深い静かな霧が一面にかけています。その霧の中から 気づかぬ間に何かの形が浮き出していました。それとははっきり気をつけてみたときには、もう人の姿となっていました。堤防の上ではなく、川の上を、こちらへ徐々に近づいてきます。見覚えというほどのものではなく、漢字に覚えがあるようです。あ、確かに覚えがあります。 キリストの姿です。それも偉い画家が描いたキリスト像ではなく、世間に流布している通俗なるもの、至るところで見られるような、何の特徴もない画像です。それが川の上を歩いてきます。湖水の上を歩いて渡ったキリストも、この通りだったでしょう。その最もありふれた、 普通の姿のキリストこそ、私にとっては最もすっきりしたもの、最も男臭くないもの、最も清らかなものだったのです。そのキリストなら、私も愛します。心から愛して、抱きしめてあげたくなります。私は身内が熱くなり、 嬉しいというよりも感激した気持ちでそこにひざまずき、顔を伏せ、両手を胸に組み合わせました。長い間のようでした。キリストは近づいてきませず、絹ずれの音もせず、香ばしい息も感じられません。私は顔を上げました。キリストの姿は消え、どこにも何も見えず、 一面にもうもうとした霧ばかりです。私は泣いていました。泣いてはいましたが、期待を裏切られた気持ちは微塵もなく、自分自身を清らかに、すがすがしく感じました。私は立ち上がって歩き出しました。まだ目には涙をためながら歩きました。ぼーっと明るい、 深い濃い霧の中をゆっくり歩いて行きました。どこへ行くのかわかりません。ただ、もう引き返すことだけはできません。男臭いいやらしい汚らしいところへは断じて帰りません。堤防の上を神手へ神手へと川を遡って行きました。